テオドール、テオオステルカンプは第一次世界大戦と第二次世界大戦のドイツ空軍のエースパイロットである。第一次世界大戦中、オスバルトベルケと共に飛行し、マンフレート・フォン・リヒトホーフェンの友人であり、32機の敵機を撃墜した。第二次世界大戦では第51戦闘航空団を指揮し、バトルオブ、 ブリテンの期間中にさらに6機を撃墜したことにより、歴史上でも数少ない二つの対戦の双方で、エースパイロットになった一人である。アッシャス・レーベンの工場オーナーの子として生まれる、デッサウのギムナジウムを卒業。後の戦友のオスバルト・ベルケ、ゴッドハルト・ザクセン・ベルクも、同じ学校の出身だった。卒業後は、デューレンのレルスドルフで林業を学ぶ。 第一次世界大戦勃発後、陸軍への入隊を申し出るが、華奢であったため身体測定で却下された。そこで、オステルカンプは、ドイツ帝国海軍の飛行士を志し、1914年8月14日、帝国海軍飛行軍団に入隊。その後、1915年から1916年に、かけて、フランダースの海軍、第二飛行文献隊所属の空中観測員を務め、 陸上基地を拠点とした航空機の偵察任務で英国本土に到達した最初のドイツ軍パイロットとなった。1916年9月6日、飛行式ながら LVGC2 の観測員として操縦士のビルヘルム・マテウス少尉と共に発撃追を果たした。1917年3月、戦闘機パイロットとなるべく、プチヒヒにある戦闘パイロット学校に入校し、 ユンカース J7 の飛行テストを実施する。その後、4月14日に海軍第一戦闘飛行中隊に配属された。7月に予備将尉となり、10月15日には海軍第二戦闘飛行中隊の指揮官に任命された。西部戦線で合計32機を撃墜し、また1918年7月11日にはユンカース J7 とユンカース J9 の 比較テストを行っている。これらの功績により、1918年9月2日に、プロイセン王国軍の勲章である、プールルメリット勲章を授与された。1919年2月14日、アンハルト航空協会の名誉会員となる。手を押ステルカンプと、フェル・グードルン・ペイジの結婚式、ハンブルクのエッペンドルフにて1919 19年頃、ヨーゼフ・アーコプス、 ゴッドハルト・ザクセン・ベルクラと共に、ラトビアに、気流パイロットとして赴き、クールラント航空隊を編成、赤軍と交戦。1920年1月、軍を去り、ドイツ航空輸送に就職。1927年、ホルテナウにて、飛行場マネージャーとなる。1931年には、ノルダー内島の水上飛行場マネージャー。また、 国際航空連盟の第2回、第3回及び第4回の国際ツーリング機協議大会に参加して、第2回大会で11位、第3回大会で12位、第4回大会で5位の成績を収めた。全県委任法成立後の1933年8月1日、大移として陸軍航空部門に参加。国防軍空軍成立後の1937年1月、 第一戦闘機学校を設立し、初代校長に就任する等の新生ドイツ空軍の編成に関わった。1939年9月13。1939年9月19日、第51戦闘航空団の戦闘航空団司令に任命された。フランス侵攻中に1940年5月12日の初撃墜を含む4機を撃墜した。バトルオブ。 ブリテン機間中の海峡の戦いでさらに2機を撃墜し、戦火を6機に伸ばしたが、7月23日には JG51 の指揮官をベルナーメルダースと交代した。少々に昇進したオステルカンプは8月22日に騎士鉄十字勲章を授与され、JG51 の指揮官を交代した後は、第二航空艦隊の戦闘機部隊の指揮官である。 第2航空兵指導官に任命された。1942年8月1日にオステルカンプはアフリカ特別航空管区に転属し、1943年4月5日にはシチリア戦闘航空兵指導官に任命され7月15日にアドルフ・ガーランドと交代するまでこの職を務めた。その後、オステルカンプは1944年に 空軍地上部隊総監に任命されるまでいくつかの参謀職を務めた。空軍最高司令部からの避難が上がった後、オステルカンプは1944年12月21日に解任された。その後は1945年まで、ニーダーザック先週にて森理官を務めた後、1966年に年金を受給するまで当地で自営業を営んでいた。 ありがとうございます。